理算数理工学の12回目の授業のリアルタイムの方を始めていきます。よろしいでしょうか。よろしいですか。はい。それではですね、そうかそうか、すいません。ちゃんと準備してなくて。コメントの方をちょっとまずご紹介するんですけど、ちょっと今。違うところにウィンドウがあって、ちょっと動かせます。はい。それで、そうですね。ちょっと二つご紹介したいんですけども、まずはですね、こっちの方ですね。上の方ですね。この政治離散時間有限状態バルクフレンサというふうに呼ばれるという説明がありましたけども、これはどういうものなのか、特にこう政治というのは何なのかということですね。またこの政治離散時間有限状態マルクフレンサと言っているもの以外はどのようなマルクフレンサが考えられるかということなので、まずちょっとこれを、説明したいと思います。回答したいと思います。これですね。始めた。ここですね。この講義では使うマルクフレンサは政治離散時間有限状態マルクフレンサというふうに呼んでいる。だからマルコフレンサなので、最後のマルコフレンサはどんなマルコフレンサでもマルコフレンサなんですけども、その前にこう3つついてるわけですね。政治と離散時間というのと有限状態。有限状態って言ってるのはその状態空間が有限であるということですね。だから、有限でないものっていうのも、考えられるわけです。例えばですね、こう直線があるとして、で、整数で言うと、0、1、2、3、4とかって感じで、こっち側無限に続いていて、左側もマイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4、点々とこう無限に続いている。こういうのを、整数全体だと思ってるわけですけども、だから、これいらないな。で、ですね。だから、これは、だから、この場合は、今、ここに書いてある、これ状態空間が無限の場合なんですけども、例えば、この場合は、整数全体の集合、みたいな形の、イメージですね。だから、これが有限でないわけです。で、でも、こうであっても、例えば、この一つ一つの整数が状態であって、例えば、左に行く確率と右に行く確率は両方とも二分の一ですね。こういうような、どこにおいてもですね。どこにおいても。こういうものも考えられるわけです。で、これはその有限状態ではないけども、マルコフレンサと呼んでもいいでしょうというような形になります。はい。で、こういうのがその有限状態ではないマルコフレンサになるわけですね。はい。で、それがこう有限状態ということです。で、離散時間って言ったら何かっていうと、その時間のステップがこう離散的、だから離散的っていうのはその自然数ですね。自然数で取られてるという意味だと思ってください。だから、考えてる時刻が、自然数というか、整数でもいいのかな。一方に、そうじゃなくて、これが実数であるって言ってる場合は、これは、2、3時間ではなくて、連続時間というふうになります。だから、これと、に対するのは連続時間です。連続時間のマルコフレンサっていうのは、ちょっと、定義するのは、ここでは、省略というか、しないんですけども、ちょっとややこしいです。ややこしいです。はい。なので、そうですね。だから、しないということになりますね。はい。で、政治っていうのは何なのかっていうと、これは、ですね。これはもう定義、見ますね。定義というか、マルコフレンサの定義だろうとかってちょっと見るんですけども、これですね。今、マルコフレンサはこう定義があって、で、ここに今、これ1番と2番っていうのが書いてあるんですけども、この2番の方ですね。こっちの方、条件というか、この、性質、これをですね、政治性っていうふうに言います。
政治性といったり、まあ、特にこのマルコブレンサーにおける政治性の場合には、自政治性とか、言ったりします。自政治性。自ってついて、自政治性と言ったりします。で、だからその政治じゃないマルコフレンサーっていうのは、この2番の条件、この等式を満たさない場合も考えることがあるわけです。だから政治ではない非政治なマルコフレンサーっていうのはあるわけですけども、その非政治の場合には、政治の時っていうのは、例えば、ここに書いてあるような PRX1 イコール XT プラス1、X0 イコール XT っていう、なんかこれと、その次の時刻における、例えば X2 が、XT プラス1で条件が X1 イコール X。なんかこんな風になっているような、この、政治の場合にはこれ等しいんですけども、非政治の場合にはこれが等しくなくてもよい。あとなんか、等しくないで書くとあんまり良くないんですけども、まあ、等しくなくてもよい。っていうのが非政治です。だから、その、なんでしょうね。状態があって、次の状態に移るという確率が、時刻に依存していてもよいというのが、非政治であることの、定義というか、まあ、意味になります。で、これ考えていたのは、これって言ってっていうのは、その授業でやっていたのは、この非政治ではなくて、この政治、つまりここ2番の等式が成り立つ場合ということになっています。で、まあ、非政治の場合を考えるといいこともあるし、一方で、まあ、この方が、その非政治の時の方が、考えているマルコフレンサーが一般的なので、その解析とかですね、いろんなことが難しくなったりするわけです。はい。で、まあ、この授業では、この政治の場合を使っていて、まあ、これでもいろいろと、その、応用できる場面っていうのがあるんだってことを、まあ、話しているということになります。で、これで、一つ目の質問に対する回答になりますけど、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。で、二つ目の方をちょっと、じゃあご紹介します。これちょっと大きくした方がよかったです。ちょっと待ってください。すいません。大きくするのが、こうかな。大きくなんない。大きく、足。ここですね。確率行列の T 乗の極限について扱いましたが、まず全部。任意の確率行列同士の積もまた確率行列となること、確率行列の任意の要素 Pij は0以上1以下を満たすため、確率行列同士の積もまた確率行列となるはず。であることを考えると、確率行列の T 乗の任意の要素は、無限大やマイナス無限大が発散しないことから、確率行列の T 乗の極限が収束しないとき、確率行列の T 乗は周期的、P の T 乗は2以上のある接線数で、P の T 乗イコール P が接立するであるように思えるのですが、これを満たさない場合はあるのでしょうかということですね。この最後の質問ですね、この満たさない場合はあるのでしょうかってことに答えると、そういう場合はあります。あります。で、だからまあ、ある意味で、この授業で扱っていた例は、そんなに一般性があるわけではなくて、だそういう意味ではちょっと、なんだろうな、間違った印象を与えるようなものになっていたということは、この質問を受けてなるほどと思ったんですけども、まあ、そういうこともあるというふうに私はちょっと言っているので、ちょっと紹介します。はい。でですね、これは、一旦小さくしてこうですね。ですね、こういうマルコフレンスを書く。ですね、これは、三つ状態があって、これ正しいはずなんですけど、こうですね、三つ状態があって、1、2、3ですね。で、1からは、1に戻る確率に分の1、2に行く確率2分の1と。で、2に行ったら、3に行くしかなくて、3に行ったら1に行くしかない。こういうマルコフレンスですね。下に書いてあるのは、その遷移行列です。推移行列です。で、これですね、実際にこの P の T 乗っていうのを作ってみると、まあ、それはですね、まあ、頑張って計算すればできると思うんですけども、まあ、私が計算したんじゃなくて、ちょっと別のところで計算してもらって、計算したらこんな感じになるということになりまして、これ P の T 乗ですね。これも 3×3 行列ですけども、まあ、こんな感じになったと。で、まあ、これ正しいと今、信じてるんですけども、で、これどんな感じになってるかっていうと、ですね、だからまず言いたいのは何かっていうと、P の T 乗イコール P となる
t は t イコール1のみです。それなんでかっていうと、今こう、この左上の第1位成分っていうのはあるんですけども、これ2の t 乗分の1なので、これが、2分の1と等しくなるのは、これ t が1の場合じゃないですね。ここだけ見てもそうですね。で、実際に t1 とすると、p イコール p の t 乗ですから、まあ、で、だからその場合しか、これ、等しくならないということがわかります。で、これは、だから、どういう行列になっているかっていうと、まあ、この11成分っていうのは、これは、t を無限大に持っていくと、これ0に近づいていくわけです。t、ちょっと同じようで書くといいんですかね。同じようで書くといけなくて、t を無限大に持っていくと、この第一、あ、一律成分、これ0に行くわけです。一律成分、0に行きます。で、他のところを見てみると、どうなってるかっていうと、このマイナス1の t 乗っていうのは、どこにもあるんですね。どこにもある。だから、あれですね。t が、偶数なのか奇数なのかってことによって、ここの値っていうのが、ちょっと変わることになります。なので、なんて言えばいいんでしょうね。なんて言えばいいのかというと、ただまあ、この、22成分とか23成分、32成分、33成分っていうのは、まあ、周期性を持つというか、その、周期2でカタカタ入れ替わるような形の、値になっているということです。で、一方でですね、12成分とか13成分っていうのも、このマイナス1の t 乗っていうのがあるので、カタ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 、その、まあ、入れ替わりはするんだけども、一方で、この後ろにですね、このマイナス3かける2の t 乗分の1っていうのがこうなんかついてたりする。後ろの方ですね。3かける2の t 乗分の2とかついてるので、そのカタカタ入れ替わる、このマイナス1の t 乗がついてる部分と、この後ろについてる部分は t を大きくすると0に、収束していくような部分です。っていうのがあって、だからこの部分、この、基本的に、これ合ってるのかな？なんかだんだん不安になってきましたけども。あ、いいですね。あった。これだから、これ、マイナスになってますからは、この、t が大きくなるほど、このそのマイナスなんとかっていう部分、マイナスなんとかっていう部分って言っちゃいけないかな。この成分自体は、まあ、大きくなっていくわけです。で、大きくなっていくんだけども、その大きくなっていったところは、この2分の1プラス、6分の1かけるマイナス1の t 乗とか、2分の1かけるマイナス1、マイナス、6分の1かけるマイナス1以上とかっていう形になって、その、後ろの部分が消えた、その t が無限に近づいたところでは、なんか周期的な振る舞いをするという感じになってるわけですね。だから、まあ、この場合はだから、この p の t 乗イコール p となるような t は1のみなんですけども、まあ、だからなんて言えばいいんだろうな、その t が無限に行った先では、なんかこの周期的な動きをするような形にはなってる。ですね。だから、ま、それをちょっとどういうふうに表現するのかってことは、ちょっと難しいんですけども、質問だけに答えると、まあ、このような例があるということになります。いかがでしょうか？いいですかね。で、まあ、だから、これはなんか、気分を見ると何かっていうと、まあ、この1っていう状態、と、この23っていう状態を見ると、1から23の方には行けるんだけども、23の方から1にはこう行けないわけですね。行けないわけですね。だから、なんかこう、まあ、1にいることができる確率っていうのは、その、ま、時刻が、時間が、経過していくと、だんだんこう減っていくわけです。で、その減っていくっていうのは、この2分の1に、こう、かけるような形で減っていくという感じなんです。だから、なんて言うんでしょうね。その、流れのようなイメージを持つんだとすると、まあ、1にある、なんか溜まってるなんか物質がですね、どんどんこう23の方に流れていくと。で、流れてくるんだけども、どのその有限の時刻 t においても、1にあるその物質の量っていうのは0にならないわけです。ただこう減っていくだけなんですね。半減していくだけなんですよね。半減していくだけ。なんですけども、で、そうすると、この23の方に溜まっていく物質の量っていうのはだんだんこう増えていくんですけども、増えてる中で、こう23のところをぐるぐる回っているという感じになっているんです。だから、まあ、こういう振る舞いは、まあ、あり得るわけです。だから、まあ、なんて言うんでしょうね。だから、この23っていう、このぐるぐる回るところに、なんか全ての、このなんか物質が、こうなんか引き付けられていくような
形の、まあ、イメージですね。皆さん何だろうな。微分方程式とかですね。力学系とかですね。あるいは何だろうな。解析力学とかっていうのをなんか勉強したことがあったりすると、だからそのような振る舞いをするような、振動子とかですね。振動子とかわかるかな。振り子のようなものとかっていうのを、なんか、聞いたことがあったり、そういうのをなんかシミュレーションで、そういう振る舞いを調べてみる、見ることがあるかもしれないし、あったかもしれないですけども、まあ、そういうような振る舞いを、まあ、ここでもしているというような感じですね。なんかこういうなんかぐるぐる回るところがあって、そこになんか引き付けられているというような感じの振る舞いをするようなことも、この、マルコフレンツではありますということになります。ここまでいいでしょうか。いいですか。はい、ありがとうございます。で、もう一個ですね、さっき書いてあったところに、確率行列の積は確率行列になるってことが書いてあって、まあ実際そうなんですけども、まあ証明しようと思ったら、まあ一応できるので、ちょっとやってみようと思うんですけども、まあこんな感じだと。英語で書くだけまた怒られるかもしれないけども。ですね、これ今 P と Q っていうのが、もちろんですけども、もちろんって言っちゃいけないな。P と Q は、これ確率行列で、あるとして、確率行列の定義は何だったかっていうと、それが何だったかっていうと、各行の成分和が1であって、各成分が0以上、1以下、いう性質を満たすものですね。で、今ですね、この PQ っていう積を考えたいので、まあ、この PQ を定義するために、この、同じ大きさの点かける点の行列だとします。で、その時にですね、この、積の IJ 成分っていうのは、まあ、こんな形でかけるっていうのは皆さんご存知ということですね。どういうことかっていうと、まあ、P っていう行列があって、Q っていう行列が あったら、この PQ 成分っていうのは、この P の第 i 行と、あ、ごめんなさい、ij 成分って言ったら、p の、第 j 行と q の第 j 列のところを持ってきて、内積を取ると。ですね。で、この、素因数の動き方を k で制御するという形になるわけです。これが定義ですね。はい。で、そうすると、この pq、っていう行列が、確率行列であるとするんだったら、この0以上1以下であるっていうことを、まず、これが0以上1以下であるってことを、これ確認しないといけないんですけども、これやってないな。これ、やらなくちゃいけなかったな。ですね。ですね。これはできてって言うといけないんですけども、なんでかっていうと、じゃあ、どっちでやろうかな。どっちでやるのがいいのかなっていうと、これを後で使いたいか。この Q の方見ますね。Q の方見ると、これ、この、QKJ っていうのは、これは0以上1以下なんです。1以下なわけです。じゃあ、例えば、じゃあ、この、この0の方で、この QKJ を置き換えると、これ全体としては、これは、K が1から M までの PIK のかける0とか、こういう形でかけるわけですね。で、この PIK は全部0以上ですから、これでかける。で、そうするとこれは0になるんですね。ちょっと場所が悪いですね。場所が悪い。これ書き直すと0。ということで、確かにこの IJ 成分は0以上になるということはわかります。で、じゃあ一方でこれ1以下なのかどうかということを確認しようと思ったら、こっち側で置き換えようと思うわけですけども、ちょっとこれ下の方に行くと、ここからじゃあ1で置き換えると、こういうふうな形の、あれですね、なんだっけ、不等式が出てきまして、で、これ全部1ですから、全部1っていうのは、この1は1倍ですから、まあ、このまま、k が1から n までの pik の和となると。で、そうするとこれは、この p という行列の第 i 行の成分の和ですから、これは、この各行の成分が1であるという条件から、これ1になるということになります。なります。ああ、なります。ということで、この成分は確かに1以下だと。1以下ですね。ということが分かって、0以上1以下だというような、条件を必ず満たすことが分かります。で、これで、まあ、下の条件は満たされることが分かったんですけども、じゃあ、この PQ っていう行列において、各行の成分が1なのかってことを確認したいと思います。じゃあ、第 i 行を見てみましょう。だから、第 i 行の
大愛行の成分の和を考えます。そうそう、こんな感じで書きますね。はい。今、この J があるんですけども、この J が、今、この PQ っていう行列があるとすると、I 行 J 列の成分があって、この J を動かすんで、この部分ですね。この部分の和を今、ここで書いているということになるわけです。はい。で、これちょっと変形していきましょう。で、変形していくと、これは20話なので、まず、和の順番は書いても構わない。で、書きました。で、そうするとですね、この和の中は、J が動くんですけども、J に PIK は依存しないので、PIK 前に出します。で、前に出しましょう。で、こんな形になります。で、そうすると、ちょっとこれは見にくいですけども、括弧、本来ここにもあるような気持ちになっているわけですね。こういう形には書けています。で、そうするとですね、この括弧の中の括弧ですね、この部分。この部分っていうのは、Q という行列があるときに、行が添え字が K で、列の添え字が J で、J が動くって言ってるんで、この部分ですね。この部分を動かすための、この第、K 行の成分の和になってるわけです。だから、この括弧の中身っていうのは、先ほどのこの Q が確率行列であるという、仮定から、これ1になります。で、そうすると、この、和の中身は PIK だけが残ることになります。いいですか？で、PIK のことを言いますけども、これは、第 P という、P という行列の、第 I 行 JL、K 列の成分の K を動かすときもあるので、ここですね。これは、その P という行列の第 I 列の成分の和なので、これまた確率行列であるという、P が確率行列であるという条件から、これも1になるわけです。で、1になりますね。という形で、この PQ の第 I 行の成分の和は1になると。これ I に依存しませんから、どの行の和も1になるということになります。ということで、やっぱりこの PQ っていう行列は確かに、確率行列だということがわかるということになります。これ演習問題にしてくれよかったですね。すいませんでした。こういうなんか基本的なことをちゃんと確認するってことを授業では怠っていたのと思って、それはちょっと反省してるんですけども、そういう性質、コメントいただいた通りちゃんと成り立つということになります。なので、P の2乗とか P の3乗とか P の形状というのも確かに、確率行列になっていると。で、それは、状態の遷移と、関連付けられるということになるわけです。以上で、質問に対する回答になります。よろしいでしょうか。ですか。はい、ありがとうございます。では、この録画はここで終わりになります。